ポーラアブドゥルは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフェルナンド出身の、歌手、ダンサーである。ユダヤ系シリア人の父親と、ロシアとウクライナから北米に移住した、ユダヤ人をルーツに持つ母親との間に生まれた。もともと NBA のチアリーダーをしていたが、1980年代に、入るジャネット・ジャクソンの振り付けを担当し一躍、注目されるとと,ともに、他にも、ダブル・ゼータトップや、 デュラン・デュランなどのアーティストのコレオグラファーとして、さらにエディ・マーフィ主演の星の王子ニューヨークへ行くなどの映画作品の劇中ダンスシーンの振付師としても活躍する。1988年にデビューアルバム、Forever You r Girl を発表。このアルバムは発表から62週間をかけて、米、ビルボード氏のアルバムチャートで1位を記録し、 頂点に立つまでに一番長くかかったアルバムとして知られている。最初にシングルカットされたノックドアウトこそシングルチャート41位という成績に終わったがストレートアップがデビッド・フィンチャーの手によるハイセンスなビデオで注目されてヒット。これに続いてコールド・ハーテッド・フォーエバー・ユアガール・オポジッツ・アトラクトの軽4曲がこのアルバムから ビルボード氏のシングルチャートで1位を射止め、一躍人気シンガーの仲間入りを果たすことになる。1991年には、セカンドアルバム、スペルバウンドを発表し、彼女にとって初のバラードシングルとなった、ラッシュ、ラッシュや、ザ・プロミス・オブ・エーニュー・デーの2曲を全米シングルチャートの1位に送り込むものの、1995年に発表された、サードアルバム、ヘッド・オーバー・ヒールズが、 工業的に失敗に終わったことから、これ以降、現在に至るまで、オリジナルアルバムは、リリースされていない。2000年に入り、アメリカンアイドルの審査員を務めるようになり、人気が再浮上するとともに、2008年には、久々に、音楽界にカムバックし、同じく、アメリカンアイドル審査員のランディ・ジャクソンのプロデュースで、曲を発表している。2009年、 9シーズン目のアメリカンアイドルには参加しないことが発表された。2011年より、米国版 X ファクターに審査員として参加している。2019年、ビルボードミュージックアワードのパフォーマンスにおいてトリオ、務め、ヒットメドレーを披露した。同年8月からは、フラミンゴラスベガスにて、定期公演、ポーラーブル、フォーエバーユアガールをスタートさせ、 2020年1月まで24公演が予定されている。ワウワウ開局1周年、記念アンダーマイスペルツアーライブインスーパーコロッセウム、ユリカモメ開業記念他にも、ワウワウの CM やジングル等にも出演している。ありがとうございます。